チャオ、あっちゃんです。昨日ね、ちっちゃいタコ買ってきたから酢だこ作ります。では、きゅうりもみのね、飾り切り。包丁対決をしてみましょう。あのね、ひっつく。こっちの方がひっつかなくて、と、あと重い分ね、振り下ろしが楽。重たいねん、結構。こう比べるとね。ここがすごく重たいねんけど、重たい分ね、力なしに自然とこう、二重で落ちてるので、切れていくから、結構楽に切れる。食べやすい大きさに切って、基本のきゅうりもみはね、この切り方はもうこういうのが多いんだよね。ただすっごい切るが怖い。1分半ぐらい使おうか。これぐらい。もうちょっとか。振り下ろしがすごいやばいね。慣れて怖いね。使ってたやつすごい使いやすかったけど。ちょっと作りすぎたかな。で、塩。今さ、手ちょっ
っと怪我して、昨日とちょっと数日によくね、包丁で怪我するけど、怪我した手でね、塩も飲むってそうでもないんだけど、ブリーチで突っ込んで、このタオル絞ったらめちゃくちゃ痛い。ブリーチすごいわ。そりゃそうだね。これでちょっと20分15分置いときましょう。たわしやがったらね、黒黄ばみがね、取れやすい。洗剤使ってもね、取れへんときあるやん。なんかうちのきゅうりもみは海藻が入ってんの。でも残ったものを食べます。海藻を入れてから、これで海藻サラダ。包丁気になっていろいろ調べとってん。タコ切り包丁ってあんねんて。面白い包丁あんなの見てて。うちね、お母ちゃん結構ね、いろんな包丁も使ってんの見たことないけど、いろんな包丁持っとって、多分お父ちゃんが好きやったんかお母ちゃんが好きやったんか知らんねんけど、結構お父ちゃん道具揃えの好きやから揃えたんか知らんねんけどね。いろんな包丁が手に入れたらね、もう手入れが悪いから、さきたり刃こぼれして、あっちゃんいつも使ってる小手刃みたいな、あれもね刃こぼれしてね。実は地べた悪いとって汚いっていう噂を聞いたんよ。だからこっちの足先好きじゃないね。囲って切りにくいよね。どう切ってんか分からへんねんな。こんな気にせず作りていいんだけどね。ぐらいの子がいたかな。スダコが好きやからね、遊びに行ってさ、タコスってスダコやもん、ね、注文したら違うもんか、なんだこれって思って初めてタコスなるものを見た時は衝撃的やったわ。タコ入ってんやんけ、酸っぱないやんけって思った。同じこと思った人いてるでしょ。うちのお母ちゃんはウインナーコーヒーを注文してウインナー入ってんよ。いや、逆に入っとったら気持ち悪いやろってね。バカな親子でございます。はい。
しょ、まあ、これで準備完了。よいしょ、よし、キュウリもレモンです。これ水洗いします。ここに醤油入れるけど、ちょっとそのままも好きは好きやったんやけど、お母ちゃんここに醤油たっぷりの酢が見せてくれるね。醤油これね、2、3時間漬けといたら何入るんでね、ジップロック入れとくかな、味染みの早いしな。
油ちょっと入れてほしいね。それは食べるときにかけていいかな。よいしょ。で、こういうのを見てたら、ベタベタしよう。ベタベタって言うか。酸っぱい。酢を抜いたかも。空気を抜きます。そんなに空気完全抜かんでもいいから全部が酢に使っていればいいから状態で、よし OK、 こんな感じ。これでね、冷蔵庫に、2、3時間置いといたら食べ頃です。簡単でしょ。はい、あっちゃんの常備菜作り、酢だこ、作ってみました。多分ね、2、3日からよく4、5日食べられるんちゃうかなと思うね。で、酢と醤油と砂糖の加減はお好みで、自分の、舌を頼りに作ってみてください。あっちゃんは結構酢多いめ。酢が3対、醤油1対、砂糖1ぐらい。うん。か、酢が5対、醤油1対、砂糖1ぐらい。結構酸っぱいめでいきます。でも、子供は多分食べへん。もう酢入っとったら食べへん。タコもあんまり食べへんからね、量は。ヒカルは食べると思う。ヒカル結構酸っぱいの好きやしね。で、うちのお母ちゃんのレシピでした。酢と、じゃあタコとワカメの、きゅうりもみ。まあ、うちでは、タコ入りのきゅうりもみって言われてるんだけど、きゅうりもみなんで、きゅうりだけ。いや、ワカメ入ってる時もあるかな。まあ、きゅうりを酢のものにした時はみんなきゅうりもみって言われてるんだよね、うちでは。もったいない。きゅうりが残っとった。はい。ということで、今日のあっちゃんちのレシピ、酢だこ、作ってみました。あれの波及で、梅酢入れたり、しそ入れたり、いろんなことしてバリエーション変えてもいいけどね、今回ちょっと基本の、うちの酢だこにしてみました。はい。ということで、今日のあっちゃんちの、常備菜作り、酢だこ、よかったよと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。まあ、あんなちっちゃいのね、安いタコ見つけたら、ぜひやってみてください。高いタコでやってもいいよ。そう、水だこでやったらめっちゃ美味しいね。あのでっかいやつね、高いけど、あれやちゃん大好きでさ、福井行った時絶対買うね。1本2000円とかするんだけど、あれは買って帰るそれぐらい水だこ大好きだよね。今度いつか水だこ 1匹買ったろうかなもんだけど、絶対高いやろな。いや、そんなんどうでもいいよ。さばかれ、さばきられ、食べきられ、あっちゃんしか食べへんから。うちあれね、冷凍して薄切りして、しゃぶしゃぶしてね。ということで、今日のあっちゃんちの調理サイドブリ、この辺で終わりたいと思います。では。